それでは早速体験してみます。はい、よろしくお願いします。はい、深めに腰掛けて、深めに腰掛けてシートベルトをしっかりします。はい、しっかりシートベルトします。きつめに、はい、OK です。じゃあお願いします。あー、やった、すごい。あれ、ヘッドマットディスプレイはいらないです。いらないんですか。NHK メディアテクノロジー株式会社 NHK エンタープライズ 8KVR ライド東京ビクトリーのブースに来ております。株式会社 NHK エンタープライズクリエイティブディレクターの田辺さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あの、体験し終わったところなんですけど、はい、本当に素晴らしくて、なんかなんて言葉にしていいかわかんないんですけど、はい、最初に思ったのが、はい、東京っていい街だなって思いました。はい、ありがとうございます。はい、あと、あの、1回目、はい、このモーションライドに乗っている姿、うん、後ろから見たんですけれども、うん、実際に自分が乗ってみると、うん、本当に映像が綺麗で、人々の表情とかもしっかり見えるんですね。ありがとうございます。 8K の高解像度な映像ですね。はい、もう優勝これね、本当優勝です、これは間違いないよ。東京本当にいい街だなって思いました。あと、サザンオールスターズさんのこの東京ビクトリーという曲も名曲ですしね、はい、最後、あの、花火が上がった時にも私も打ち上がりたい気分でした。パーンっていうちょっとよくわかんない。素敵なコメントありがとうございます。 ありがとうございます。この、はい、
はい、この VR8KVR ライドなんですけれども、はい、こう技術的にここがすごいとかありますか？はい、8K のプロジェクション と、ドーム型のワイドスクリーンを組み合わせて、 3D ではないんですけども、奥行き感のある映像体験というのを作り出しています。それと 5.3 チャンネル、サブウーファーが3発入っていて、 5.3 チャンネルのサランド音響と、あとこの電動の6軸のモーションライドが映像 と、シンクロして融合することによって、まあ、ヘッドマウントディスプレイを使わなくても VR 体験ができる、そういうコンセプトを目指して作られたコンテンツです。実際にこう足をブラブラさせながら乗っているので、本当に宙に浮いているような感覚でした、はい、あと風も感じました。そうですね、ファンが取り付けられているので、本当になんか空飛んでいるような風感みたいなものは感じられるんじゃないかなと思います、はい、とても感動しました。もう一回乗りたいです時間があれば、はい、はい、ぜひこのコンテンツで泣いたの初めてですよ。私が初めてですか？他に泣いた人いない感動しました。あといいなって思ったのが、はい、ヘッドマウントディスプレイをつけていないので、一緒に乗った人と共有できて、あそこ綺麗だねとか指さして楽しめるのもいいですね。それもコンセプトの一つですね。体験を共有できる VR っていう、ヘッドマウントディスプレイ使ってるとなかなかそういうことはできないので、はい、それはすごくいいところに評価していただいてます。はい、これはもう本当に皆さんに体験していただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。